日本の国是と言われる非核三原則、核兵器を持たない、作らない、持ち込まない。私たちはこの非核三原則を日本は守ってきたと考えてきました。そして唯一の戦争被爆国日本は、広島、長崎で原子爆弾の被害を受けた日本は、被爆者の方々の真剣な思いとしての核兵器廃絶を、日本政府としての核兵器廃絶を国際社会に訴えてきたと思ってきました。しかし、核兵器は非人道的兵器であり、核兵器を使うことも持つことも禁止しようとした核兵器禁止条約が、世界の核兵器を持たない国々の努力で国連で採択されると、日本政府は馬脚を現し、核兵器禁止条約採択への会合にも参加せず、批准にも署名にも後ろ向きの姿勢を取り、条約が核兵器保有国と非核兵器保有国との間に対立を持ち込む。そして条約は安全保障の観点が踏まえられていないと主張し、条約発効に反対の立場を表明しています。核兵器廃絶を主張しながら、米国の核抑止力を自国の安全保障の根幹に据える日本政府の姿勢は、核兵器の存在を肯定するものであり、ダブルスタンダードとの批判を免れるはずはありません。日本が国内に保有するプルトニウムは核弾頭1000発以上に相当し、安全保障と核拡散の観点から深刻なリスクを生んでいる。日本の使用済み核燃料再処理工場計画は、世界を安心させるのではなく、事態を悪化させる行動だ。核兵器を保有すべきだと、日本の一部の政治勢力が主張し、核兵器開発を要求している。世界は日本に注意すべきだ。これは2015年10月に開催された国連第一委員会軍縮委員会での中国のフーツォン軍縮大使の発言です。核保有国からの批判には反発する声も聞かれますが、しかし、核不拡散条約締結国の中で、唯一使用済み核燃料の再処理を行い、核兵器の原料となるプルトニウムを国内外に46トンも保有する日本の在り方を真摯に顧みることが必要であると私は思います。46トンものプルトニウムが長崎型原発に換算して約5700発であるという事実は、どう言おうと曲げることのできないものなのです。2018年7月、日米原子力協定改定に際して、米国は日本政府に対し、プルトニウム保有上限量の策定、削減策の公表などを求めてきました。原子力委員会は、同月31日に、我が国のプルトニウム利用についてを策定し、プルトニウム保有量を減少させる、プルトニウム保有量は、以下の措置の実現に基づき、現在の水準を超えることはないとして、必要以上に生産しない、プルトニウムの需給バランスを確保する、海外保有分の着実な削減に取り組むことなどを挙げています。しかし、国内外に46トンものプルトニウムを保有する日本は、2018年3月には、高速増殖炉モンジュの廃炉が認可されることで、プルトニウム利用の将来が閉ざされています。また、2011年の福島原発事故以降、原発の再稼働は9基にとどまり、プルトニウムを MOX 燃料としての、MOX 燃料として既存の原発で使用する計画も思うように進んでいません。再処理を行うにあたっては、プルトニウム利用計画を明確にする、余剰プルトニウムは出さないことが、世界への約束であったはずです。現在日本はこの約束を守ることができないでいます。使用目的が明確でないプルトニウムの保有が核兵器保有への道であるとする世界の懸念を生み出すとするならば、それは決して日本の国益にはならないと考えますし、また被爆者の思いにかなった政策ではないはずです。原水金はこの間、核兵器廃絶のアプローチの一つとして、米国と中国、ロシアの核兵器保有国に囲まれた日本と韓国、朝鮮の非核化を求める東北アジア非核地帯構想を掲げてきました。
しかし朝鮮は米国との対立の中で核兵器を開発を行っています。2018年6月12日米朝首脳は歴史的な会談を行い、朝鮮半島の非核化への取り組みを含む共同声明を発しました。日本政府はこの間、安倍首相の主張する拉致三原則に抗衡し、朝鮮との国交を正常化することなく、朝鮮への制裁措置の強化を主張し、朝鮮半島の非核化交渉や平和への取り組みに全く存在感を示すことができないできました。元帥金は日本政府に対して、プルトニウム利用政策を廃棄し、朝鮮半島の非核化に向けて、朝鮮、そして韓国との真摯な会話を要請してきました。東北アジア非核地帯へ向けた取り組みは、朝鮮、韓国との信頼の醸成と会話の深化が重要であり、そのためには、日本が核保有への懸念を取り払い、国交の正常化へ踏み出すことが重要だと考えています。プルトニウム利用政策を可能とする核燃料サイクル計画は、モンジュ廃炉とフランスのアストリッド計画の中止による高速炉計画の行き詰まり、高騰する MOX 燃料価格、進まない原発再稼働、6カ所再処理工場の技術的課題を増大する課題と増大する建設費などさまざまな課題が集中しています。多くの専門家が指摘するように計画は破綻に向かっています。一方で核燃料サイクル計画の断念、6カ所再処理工場建設計画の断念は地元青森県とのこれまでの関係合意をどうするのか、原発のサイト内にある使用済み核燃料の貯蔵をどうするのか、最終処分はどう考えるのかと、さまざまな課題が生まれてきますが、しかし、それらの課題を解決する方法はいくらでも考えられると思います。私たちは、この間ずっと一人一人の命を大切にする政治と社会を求めて運動を展開してきました。プルトニウム利用政策、核燃料サイクル計画の放棄は、一人一人の命の問題なのだと考えています。今、政治には日本の将来を見据えて大きな決断を下す勇気が必要です。そのことが東北アジアの平和を、静かな生活を、豊かな将来を保障するに違いないと思います。今後も元帥金は日本のプルトニウム問題に声を上げていかなければならないと考えています。